まあ、気温は思ったより涼しいですし、過ごしやすい、気候だと思いますけど、標高が少し高いんで、その辺はやっぱり全然オマーンとは違うなと思います。はい、昔は日本代表とかでテレビで見てる時とか、アウェーでイランとの試合はすごく厳しい試合をしてたイメージはありますし、あのチームでもやっとさんとかあの経験してる選手がいて、そういう人からすごくやりづらい相手やし、やりづらい国だったっていうのは聞いてるので、まあ、漠然とすごく難しい試合になるだろうなっていう印象はありますけど、まあ、もちろん過酷な環境ですけど、タフに戦いたいですし、自分らしいあのボールを持って、まあ、違いを作るプレーをしたいですし、あのチームの結果と自分の結果をしっかり求めながらプレーしたいなとは思ってますけど。